花輪師匠の花輪魂。はい、見てくれるか。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。金尾義郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。ですね、おなじみ、じゃあ松下俊美さんからご紹介しましょう。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。よろしく。はい、いや今日は本当に連日、ね、今日はお客様も多くてすごいね。もう今流行りの、今日はあのバンドのね、お二人流行りのちょっと言い方が古いよね。高橋真琴さんも、どうもお邪魔します。連日ライブ ね、お疲れのところすいません、なんかね。早速ねご紹介しましょう。はい、横浜で、ね、もう古くからのね、僕の友達のバンドですね、ロックロールバンド、はい、ザ・ボッカのね辻浩二さん、はい、どうもお久しぶりです。渡辺武さん、はい、こんにちは。この間ありがとうございました。はい、ね、あのライブ来ていただいて、ね、あの素晴らしい、あのあの、まあ、2人でやるときは国坂ブルースバンドっていうね、そうです、はいはい、あのブルースバンドを、はい、あの組んでますけどもね、アコースティック版のボッカ、そうですね、って言えばいいのかな。そうです、なんか割とそんな感じ、うん、まあ大体ウォッカの曲をアコースティックバージョンにしている感じでなるほどね、うん、なるほど。今日はね、あのこれもういつ出ましたかね、あのニューアルバム、うん、11月に、うん、11月、うん、発売になりましたですね。まずはね、その中から1曲聴いてみ、たいと思います。アルバムムーンシャインの中からハーメルンの丘。
ありがとうございます。ザ・ウォッカーハメルンの丘、はい、ね、はい、お聞きしましたけどもですね、いかがでしょうか皆様ね、素敵な骨太ロックンロール、ね、はい、僕は出身がね福岡なんですけども、僕の頃はねやっぱモーズとかロッカーズとか同世代にでいたんだけども、うん、ウォッカーを見た時にやっぱりそういう匂いを感じたよね。あ、そういうなんかこうね、ビート系の ね、うん、やっぱその辺も通ってたから。あ、そうなんですね、うん、よく聞いたんです。じゃ聞いてた、うん、あ、そう、ちょうどその一番明太ロックって言われたのが出てきたのがちょうど年代的にバッチリの時間だったんで、ちょうどね僕の頃はまだねその明太ビートっていうのは人がつけたよね、明太ロックとかね、業界のね、あんまりでもあれでしょ、九州の人はいい感じはしないんでしょ、しないとかって言われた、この前行った時に。いや、うん、明太は明太でね大好きなんだけど、ロックローラーロックンローだからね、シャーシーっていうか、ね、明太よかろうもんやろ ね、だからその当時はねあんまり明太ビートとは言ってなかった、ね、うん、だからちょうど世代的にちょっとモーツが僕よりも下とか、山前が同じ年だよね、まだ塩もね向こうでね、うん、そういうねビートバンドのねなんか感じがしますよね。あ、ありがとうございます、ね、素晴らしいと思いますけどもですね、これ録音何枚目になりますか。もうアルバムはウォッカとしてはでは3枚目なんですけど、はい、でも前回のエスケープからもうコロナあったから5年ぐらいかかっちゃったんですね。本当、うん、そうね。で今回はもうこれのために書いた曲ばっかりなんで。なるほどね、うん、前のエスケープの時はもう今までやってきた曲を録音したんだけど、今回はこのアルバムを書き下ろしたって、ね、それでねもうこのツアーがすごいよ、ね、前回もねずっとやってたけど、うん、今回またその2回目のツアーということでね。そうですね、これ5月6月入ってますよ。7月8月9月も今日から言った方がいいんじゃないの。今日もやるのね。今日は、今日2人だよ、まあ、うん、あ、2人だから、まあ、うん、あ、ウォッカじゃないんだね、今ね、ウォッカの話してる。はい、失礼しました。わかんないの、2人だから2人ウォッカとか、まあ、同じじゃないんだね。違うの。はい、しました。あのね、失礼しました。ウォッカはバンド。はいはい、ね、そうです、はい、ややこしや。そうそう、ややこしっちゃややこしい。すいません。はい、でもね、このウォッカでね、まあ、ジェームス君もほら、スライダーズとかもあるので、そうですね、はい、ウォッカで回れるっていうのはこう結構限られてくるんだと思うんだけど、こんだけ回るっていうのはすごいよね。そうですね。あ、でもね、結構やっぱりコロナ明けにみんななんかこう動き出したみたいで、うんうんうん、なかなか、うん、だからライブハウスのスケジュールが取れなくて、そうそうだね、週末に多いからね、やっぱりね、だからこう回り方でもっと楽なのあったんだろうけども、うんうん、あっち行ってこっち行ってになっちゃったりとか、うんうん、ああ、そうだね、う、山梨、小岩、吉祥寺、御殿場、大阪ね、松本そうなんですよね。駒ヶ根ってどこ。長野ですね。あ、長野、はい、うん、あ、で松本と長野の、ね、仙台もあるし、静岡、ね、京都、名古屋、うん、横浜、これワンマンライブです。セブンスアベニューです、はい、これ8月ちょうど暑い時ですね、23日、はい、セブンスアベニューワンマンライブね、はい、これドクロのマークがついてますけど、ドクロのマークがついてるのがちょっとあれですか。ワンマンですね、ワンマンですね。かわいいね、かわいいね。かわいいよね、わかりやすくてね、うん、俺は赤いカニのマークがついてる。あ、それいいじゃん。じゃあずっとついてる。カニマークがついてる。毎日カニマーク。あとは九州ね。9月からは九州、小倉。いいね、九州ね。9月6日、小倉。はい、7日が佐賀。ラグジー。ラグジー。9月8日、福岡。ベーシック。はい。ね、あ、ベーシック。ベーシック。ベーシックね。はい、ね、いろいろありますね、三重も、ね、富士、うん、すごいね、大阪9月16日までですね、大阪、ね、中津ってところ、うん、ね、いろいろツアーも大変だろうけども、タクシー君あたりはどうですか、はい、ウォッカーも国サッカーもやってるしね、
あと一郎とか一郎館もやってるたまに ね、うん、で俺のとこあんまり入ってないなお前は俺のこと嫌いなのか入ってるよ今言えラジオで愛してますよいやあのあれだいやいやでも結構忙しくなる ね考えてみればね、うん、忙しいのはいいですこれ全部ね金土日全部詰まってるもんね、うん、そうそうそうたけしのスケジュールが取れなくてさねそうこの前聞いたらすぐ空いてたよということで ねこのムーンシャインこれはどうやって手に入れるんですか我々これはあのまあツアーでライブ会場もちろんライブ会場もちろんあのアマゾンでも売ってるんじゃない、うん、でも大丈夫ですし、ねそうかそうか個人的に言ってくれれば送りますあ、ね、なんつって素晴らしいですねこのアルバムの中のもう一曲ね今日ちょっと聴いてみたいと思いますがいかがでしょうか皆さんはいはいはいお越しの皆さん聴いてみましょう、これはタイトルは Dance with the Moonshine ですねMoonshine, dance with the moonshine, look, dance.
はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ノリがいいね。モンシャイン、僕からのモンシャインのアルバムからダンスウィザモンシャイン、これいい感じのレガエじゃないですか。レガエレガエって昔言ってたよ。そうですか。いや、ね、俺だって45年前にレガエやってた。レガエね。その当時は日本でレガエやってる人あんまり少なかったいなかった。レガエって言ってたの、うん、そう、本当に言ってたらレガエって言ってたのよ。レゲエ、レゲエだろう、うん、あのレゲエってその後からよね。あ、そうだ、そう、だからレガエの走りは金上しろよ。これ夏にいいよね。あ、いいよね。いい感じ。あ、今ね、あの、そう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 、ね、なんか、うん、いい感じ、いい感じ。よろしくお願いします。なんか、ね、うん、あのお便り行きましょうか。お便り来ました、はい、これはね、あのミキさんから。あ、ね、博多のミキさん、皆さんこんにちは、はい、よく晴れた夏日の博多です、うん、先週の筑豊仲間、うん、桑田靖子さん、変わらず息の合った楽しい時間でしたね。あ、靖子ちゃん ね、はい、当時ラジオでやたらと聞いていた脱プラトニックも懐かしかったです。あのヒット曲ね。あ、脱プラトニック ね、 ね。そして今週は結構久しぶりに2人揃っての出演ですね、うん、ザ・ボッカのお二人、コックサッカーブルースバンドですね、はい、お帰りなさい、うん、はい、あの4年ぶりの九州ツアー、うん、そして佐賀の大逆転、うん、何佐賀の大逆転って何かあったの？いや、前日までは、うん、あの予約が1名だったんですよ。すごい。ちょっとヒリヒリするね。そうそう、これはまずいぞって話になったんだけど、当日結構、うん、結構、うん、すごい、そういうことってあるよね。ね、あ、本当良かったじゃん。俺らも前日まで50人ぐらい入ったら当日1名だったり、まあ、その1名も途中で帰ったり、それ逆転負けじゃないですか。逆転負けじゃない、逆転ホームラン、ね、期間も置かずに、うん、9月にこっちに来てくれることになるなんて、うん、むちゃくちゃ嬉しいです、とはいえネタも少なくなってるから、うん、薪のうどんでお腹パンパンにさせてごまかそうこと思ってますが、それは何、美味しいもの食べててもね。でも、そうそう、うん、うどんばっかり食べるでしょ。結構美味しいもん言ってるのよ。俺はうどん結構好きだけどさ、うん、そんなうどん、いや、見たらさ、うん、結構いろんなね、うん、美味しいもん食べてるね。あ、そうなのか、結構連れてもらって。私、人も行ってない。俺あんまり行ってないような気がするな、ミキ。うどんしか行ってないおいとか言って巻きのうどん、そ、一回俺馬刺しごちそうになったけど。あ、本当美味しかった。馬刺しないし、馬刺し、馬刺しといえば熊本でしょ。はいはいはい、ね、いや、マカドもあるよ。あるんだ、うん、ものすごい美味しかったよね。絶対に短く感じる時間ではありますが、うん、楽しんでくだされ、それが伝わってこちらも楽しくなるんで、リクエスト、たけしさんがスライドバー持ってきていたら、ブルースの雨が降り続くを聞きたい気持ちもあるけど、あとは今日も向かい風とか、うん、トラブルオン、ワンデイだけど、うん、いつも通り何でも OK です。カノさん、先週のシルバーバックには友達で名古屋の歌姫リエちゃんも行ってたんですね。あ、感動してましたね。そうそう、リ、あの、藤田リエさん、藤田理恵さんね、あ、うん、あの、そう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 、あの、なかなかタイミングが合わなくてね、名古屋でしょ、それでその授業がある時なかなか、うん、そうそう、金曜日が休みじゃなくて、なんかあの前にしゅんちゃんから、うん、あのご紹介いただいてたんだけど、なかなかラジオに来れなくて、ね、今度ね8月、それやっと8月には出演予定、うん、ね、と、とても楽しみです、うん、8月何日か分かる。昨日おととい一緒だって理恵ちゃん。あ、本当に、うん、え、武田さん、武田さんじゃない、武田さんときと、あと昨日が、あ、そこそこ、あ、そこ、あの、黒子じゃない、まあ、なんか、なんかこのさ、打ち合わせみたいな流れてるんだけど、打ち合わせでいいんだよ。いいんだよ、これ自由なんだから。そうね、でも、なんかあったら俺全部責任取るから。はい、うん、大したね、それぐらいやっぱり政治家も言ってほしいよね。ね、政治家、なんかあったら俺知らないからっていう政治家ばっかりじゃない。そうよ、はい、忘れましたって言えばいいんだから、はいはい、明日からの日本松空、スカがプカプカと、はいはい、福島 2days もかましてきてくださいね。うん、この間もね、ちょっとあの言ったんですけど、うん、実はその去年の今頃俺外科手術をして、うん、あのステージ4の肺がんだったんだけど、外科手術をした時にあのお守りをもらったのよ、スカがのしんちゃんから、うん、はいはい、それが二本松のお守りだったのよ。二、うん、本松ってあの福島のね、今度福島の、福島、あ、違うか、あれは一本松の、うん、あれはね、全然違った、東日本新社ね、言わなきゃよかったな地名、地名、そのね、お守りをね、もう握りしめて命が助かったのよ。あ、だからそういう意味合いもあって、二本松やりたいねっていう話してたら、二本松の4周年だったのね、うん、で、それで明日、明後日やるようになった。そうだ、で、その後
その次の日がプカプカでやるんだけど、二本松の空っていうところ で、 です、ね、だからねちょっと意味がすごくあって、ね、あの、ね、すごくだからちょっとお参りしてね、うん、命も助かって奇跡的に助かったんで、あの誰かお見えになってないお友達じゃないの、違う、なんかじゃ福のつくもう一丁も忘れんでくださいね、うん、もう一丁福岡、福岡でしょ、はい、わかりました、はい国坂ブルースバンドのお二人は今夜、はい、西荻リンダガレージでも熱く、はい、それ言ってくれたら今夜ってどこどこだっけ、西荻窪のね、あ西荻リンダガレージ、リンダガレージね、うん、自分は DJ 時代の師匠がそのあたりでお店をされていた町です、本当、うん、あ9月ウォッカのツアーの後、この間誕生日にステージに出る前にすでにむちゃくちゃ飲んでて、うん、通訳も難しかった水拳ハムリカさんとそちらに行くかもしれません、9月 ね、 9月ね、介護じゃなくて付き人です、ね、かっこ笑い、うん、こっちに見えるみたいね、あその時ライブしようか ね、 だからね9月、うん、9月ね、なんかウォッカのツアーの後だって、ウォッカのツアーの後ね、俺たちが今日福岡行った後、福岡、あそうでこっちに来るみたいですよ、あ、ね、じゃあ福岡とかさ、またね、いろいろ行ってみて どこら辺が一番熱狂的なの、いやまだね福岡は CB しか、ま、1軒しか1軒 CB ってあの川島君のところ、そうです、そうです、うんうん、あそこしを2回ドラムのねシーン&ロケ、はい、うん、しかやってないかな、ほうほうほう、やってないですね、本当、うん、もう九州でも2回目、九州、うん、今度3回目、福岡とかはね、はい、結構俺バーって火がつくと思うんやけどね、あでもねすごくやっぱり盛り上がってくれて、本当、うんうん、でやっぱり一緒に出て呼んでくれたその仲間も、うんうん、なんか近い感じがやっぱ、あ、ね、九州だなっていう、九州、うん、それがすごく居心地が良かったり、うんうん、あ本当、うんうん、なんかね、のぼせもんが多いもんね、のぼせもんってあの調子に乗るやつ、のぼせもんって言葉で言うけどね、のぼせもん、のぼせもん、面白いよね、うん、でも、たけしさんあれでしょ、九州ね、関係あるんだもんね、九州の血が入ってるんでしょ、うん、両親九州です、両親と、はい、あ、九州なんだ、だけなんとなく俺と合うんか、合うの、アバンティ、アバンティ、アバンティ、いや、合いますよ、そうなんだってね、意外ね、だから柔らかいうどんも大丈夫なの？あ俺結構気に入りましたよね、本当、うん、あれダメでしょ、うん、結構いやダメでもないけど、最初めくするよね、いや減らないんだもん食べても食べても減らない感じはするかも、うん、私最初行ったところはなんてとこだったかな、分かんないけど最初はびっくりした、ウエストじゃないの、ウエストじゃなかったと思う、あ本当、うん、巻きのうどんじゃない、でも今はね、うん、あの病み上がりにちょうどいい感じ、いやそうだあの、ね、ちょっと優しい、ちょっと調子が悪いだからコロナとか流行ったじゃん、うん、ああいう時に食べると優しい感じね、あったか、胃に優しい、うん、そうもう硬いのがダメになってきました私も、うん、うどんに腰はいらない、マブさんはうどん結構食べますよ、うどん、あのね、あんま食べない、腰がある方がいい、最近は食べないんだけど昔結構食べてて、やっぱりね博多に行った時に、うん、うどん屋さん行って、うん、そこでね、うん、あのすごい美味しくて本当3杯食べた、食べ過ぎや、あの出汁がねいいんですよ、そう一挙に 3杯食べたら、うん、そこのおっさんに、うん、俺お前のこと絶対忘れないって3杯食べる人ってなかなか少ない、ね、替え玉、うん、替え玉じゃないよね、うどんに替え玉あんまりないかもしれないないよね、うん、うどん、うん、俺うどん大好きなのよ、ラーメンよりも最近うどん、あうどんがいいよね、うん、あーねラーメンいろいろありすぎて迷う、そうそう何食べていいか分かんないぐらい種類が、うん、うどんまあラーメンもね、あれでも札幌行ったら札幌ラーメンが大好き、そうね、美味しいよね、食い物の話ばっかになるね、大体ねもうちょっと音楽的な話、音楽的な、はい、あのもう一方、はい、いただいてます、ちょっと待ってくださいね、誰ですか、これアトランタじゃないですか、違います、あ違う、ご無沙汰しております、ほう、ね、ペンネームマリとモモコ、はいはい、モモちゃん、あモモちゃん今日ね、お見えになってる、ね、カナオさんご無沙汰しております、はい、モモコです、はい、今日は仕事の休みが取れたので、うんうん、FM を伺わせていただきます、はいはい、久しぶりに大好きな音楽魂を生で見れると、うん、ウキウキしています、ありがとうございます、今日のゲストはウォッカの辻さん渡辺さん、うんうん、ニューアルバムムーンシャイン購入させていただきました、ありがとうございます、バイバイロックンロール、うん、ロックンロールね、うん、という曲は特にお気に入りです、バイバイロックンロール、今日はなんか生演奏もあるんだけど、うん、なんかそれじゃないのかな、今日リクエストの中にある曲ある、
ないか。ないか。じゃあやりますか。やる。いやいや、いやいや、全然やりたい曲をやってもらっていいですよ。はい、全然。ウォッカほら、そう、あの手拭いがあるの。手拭いじゃない。タオル、タオル、タオル。古いな。タオル、タオル。タオル、シャレともないだろうね。まだまだ続きがあるんだけど。売ってます。あ、デザインがいいよね、ウォッカのね。続きがあります。ですね。お願いします。デザインの人がセンスがいいね、ものすごい。もう、続きがあるったい。続きいきましょう。ね。辻さんの書かれた歌詞の中にある音楽にかける思いが伝わってきて、心が張り裂けそうになります、うん、なるほど。私たちファンも毎日それくらい強く全力で生きています、うん、なるほど。会社で罵倒されても、土砂降りでびしょ濡れになっても、うん、くじけそうになっても生活のために負けられないんです、うん、なるほど。そんな、つかみようのない気持ちを負けるなと励ましてくれるような曲ばかりです、うん、僕家の曲は泣いて泣いてもう動けない、でも負けない、なんて、そんな終わりと始まりの境目の辛さの中に、うん、ふっと暖かい風が吹くような、うん、そんな温かみがある曲が詰まった素敵なアルバムです、はい。19日から始まるツアーも頑張ってください。私も応援に行きます、はい、今日のラジオと生演奏を楽しみにしております、はいはい、追伸加納さん、はい、5月25日の商談、うん、湘南大でしょう、うん、伺います。マリーと桃子の桃子より、桃子ちゃん、ありがとう。僕は取るんじゃないの。あ、一緒のところでやるんだよ。ジュンちゃん続いてんだよ、ね、続いてんのよ。いや俺がさ、いや俺ちょっと最初はあのお返事できなかった、まだちょっと肺炎とかなっちゃって、はいはいはい、だからあのちょうど野外でやった時にさ、もうすでに肺炎だったのよ。あのももちゃん来てくれて、あのあそこ大和、ね、大和で、はいはい、あの時ね、もうすでに肺炎になっちゃってて、ね、あの時あの死ぬか生きるかの時だったわけ、うん、だからもうあんな、そんなことがあったんで、あの湘南台もちょっとあのね保留で、うん、保留にしといたんだけども、うん、なんかあのひ、うん、ひとみちゃんから連絡があって、あ、じゃあぜひねやらせてもらいますって言ったら、なんか気遣ってくれて早い時間にやってしてくれたみたいなんでね、そこを見てたらさ、うん、金尾後ろ高橋真子とウォッカリの、うん、あの国作家になった。そしたらまあ俺はさ、歌ってすぐ俺は歌ってすぐ帰るってわけいかないな。今からプレッシャーかけてるよね。で最後にセッションタイム。そうそう、セッションタイム。じゃあ最後まで いなきゃいけない。いなきゃいけないってじゃないけどさ、いや、いなきゃいけないでしょ。帰るわけいかないだろう。まあ、それいつだっけ。25日、ね、25日です。うまいでしょうね。これ5月25日、はい、湘南台でしょう、ね、湘南台でしょうのあれはないのね。街中、いや、あの、ね、ポスターも今日一緒ないんだけども、はい、わかりました。実はえ、そうなの。プログラムを、え、あ、そうなの。だってもうオフィシャル的には、あ、言っちゃいけないの。まあいいんですね、番組的には OK です。だけどもう日がないよ。日がないよね。今言わないと来週、今言わないとダメなの。今言わないといけないの、これですね。さすが、23日ね、もうすぐなんです。菊田俊介さんの、インターナショナルブルースサミット、はい、プレゼンツね、菊田俊介プレゼンツインターナショナルブルースサミットボリューム4、はい、世界はブルースでつながれるというね、タイトルを作ります。これは5月23日、はい、汐留ブルームードですね、はいはい、おなじみですね、はい。ご予約の電話番号言いましょうか。03-3549-6110、はい、60じゃなかった？あ、60。60-10です。はい。これね、予約も当日も同じ料金5000円です。はい、配信が3000円ですね。はい、よろしく、あの地方の方配信よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。これはあのメンバーは？はい、今日はですね、はい、メンバーはね、うん、菊田俊介、ファンキートリオが、うん、ファンキードリオ、はい、あの関義和ドラム、うん、はい、それからベースは片野敦史、はい、それと今回はキーボード初めて福本純也さん、うん、こちらにも見えたピアニスト、そうです ね、あのジドレさんと一緒にバンドをやってます、はい、うん、それから、アンディ・ブルースってね、この方はチリの方ですけど日本在住で、はい、六本木で手広くお店をやってますそうなの。実業家なんです、実は、ね、それでスペシャルゲスト、スペシャルゲストが、うん、
シェー・ユー・ウェイさんって呼びます、うん、どちらの方ですか。これは台湾からいらしてますね、うん、でも今ね京都に実はイベントがあって京都に招待されて来てるんですよね、うん、その台湾フェスっていうのがあって、はいはい、それでもうそれは終わったんですけど、うん、今頃京都観光してます。毎日台湾のグラミー賞、そうです ね, ね そんな話よりもそっち言わなきゃいけないね。そうです、すごい人です。それをすごい方です。あのね、ハッカっていうね、うん、ハッカテレビって、ハッカって客の家って書く、客の家ってハッカって何て言うんですかね、いわゆるその少数民族なのかな、民族そういうハッカっていう、うん、要するにね、華僑とかあるでしょ、うん、中華系の、うん、そう、お金持ちの、うん、そういう人たちの王族の末裔なんだよね、王様の、うん、そうそれでまあ追われてみたいな歴史があるんだけど、うん、その八歌の中ではもう代表的な、ルシのシンガーですね、シンガーソングライターね、そう、素晴らしい、それで素晴らしい歌です。もうちょっとね、お会いしに行こうと思うんですよ、ね、187cm でっかいんですって、190ぐらいあるんじゃない。なんかね、エレベーターで降りたら女の子たちがわーって言ったらしい、すごく岩みたいな大きい人ですって、マジですか、来ましたけどね、シェイ・ユーウェイさん、うん、ギター、ブルースというよりも、うん、そのシンガーソングライターだから、フォークとかいろんな歌、民族的な歌も歌うし、うん、で今回はもしかしたらハッカ語で、台湾語じゃなくてハッカ語っていうのがあるんだって、ハッカ語でブルースを歌うっていうね、うん、の予定をしています、うん、ぜひお楽しみに来てください、はい、ということでね、紹介しました、ありがとうございました、ね、はい、情報でしたけどもですね、はい、ウォッカの、はい、今日がまずライブでしょ、今日がライブです、今日は2人で、2人で、うん、場所はどこでしたか、は西荻窪のリンダガレージです、うん、リンダガレージね、はいはい、西荻、うん、その後はもうツアーになるわけですか、もう日曜日の山梨から、山梨から、ね、19日から、うん、山梨いいね、うん、何がいい、うん、山梨っていいところだよね。あ初めて行くんだけど、初めて行く、初めて、あ、そうなんだね、山梨はどこで、カフェ、うん、フィールロックカフェ、フィールロックカフェね、はい、うん、甲府かな、甲府、うん、はい、なるほどね、うん、今日はね、生歌をね、ちょっとね、はい、歌っていただこう、皆さんお待ちかねだと思いますけど、ね、うん、生歌は何しますか、アルバムから、はい、ムーンシャインから、はい、シェリー・ハネラブというロックンロールナンバーを、イエイ、はい、誠さん A の3コードです。わかるだろう、俺の血が逆さまに流れた、風になびく髪とその香りに釘付け、歩く速さも生かしてる、横を見る目も素敵さ、シェリーハネラブ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 、Yes! やる、シェリー。
ハネラブ、シェリーハネラブ、シェリーハネラブ、シェリーハネラブ。気持ちいいからでしたでしょうかね。コーラスさんの中にあったね。レコーディング前に。そうだよ。たけしさんはさ、やっぱこっちの時のあのハーモニー綺麗ね。ね、うん、じゃあ俺とやるのが汚い。ね、微妙にダメだし。結構お前あれだな。練習しなきゃ。入れ方が違うな。たけしも。丁寧にやってますね。さすが。まあ素晴らしいよね。楽しいよね。やっぱこう今のね、でもね、みんな今日もねスタジオにお越しいただいた人をできるだけね、この中にね、せっかくね、お見えになったらね来ていただきたいと思うんですけども、今までそれできなかったからね、うん、あ、コロナ中もね、ここ5年ぐらいは、だからもう3人までとか言われたら、画像撮れないわけよ。そうだよね、2人、うん、全部で3人までとか、でもすでに俺の番組成立しないから。そうだね、確かにね、そうだね、それなんでやったと思う、ね、なんでそれを貫き通したと思う。やっちゃったんだよね、うん、こっそりやってた。全然そういう風になってないよ。これはこっそりだった。みんな知ってる。でも大変な時期があったけど、まあでもね、大変な時期はみんなね、ライブ、うん、そうね、いや、お芝居の人もそうだけど、ついたてがあったから、ここに ねラジオの時もあったの。そうそう、もちろんもちろん、もう分厚いね、12ミリぐらいのアクリル板を置いてやったりして、面会みたいなんですよね。そうそうそう、刑務所の。そうそう刑務所に行くんだけど、そしたらさ、聞こえないの、聞こえないね、あの声が、あ、直接、うん、そうね、常にこうイヤホンしてやってるわけじゃないからさ、声が小さい人は特にね、うん、そう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 、だからそういう時期はあったけども、今こうやってね、みんなこう歌えてさ、うん、元に戻って ね狭いところにね、みんなね入ってさ、一緒に歌た、あの手ぬぐい振り回して歌うとかってなかなかないことだからさ。タオルだった。タオル失礼しました。これそれいいの、ちょっとガチを貸して貸して貸して、これセンスがいいね、これいくらすると。それ2800円です。2800円、はい、なんか言われそうだな。これセンスがいいよ、いいね、ものすごくね、いい色やもね。2800円って CD より高いんじゃないの。いや、CD3000 円です。これいいよね。ありがとうございます。すいません、誠さんにも持ってもらっちゃって。これかっこいいね。うん、素敵な、いいね、これ今の歌で矢沢って入ってなかった。矢沢、矢沢って聞こえたんだけど。やめてよ、まこ、みんなそれ真似して歌いないから。絶対出るだろうな。ダメだ。ということでね、今日僕のね、二人ですけどもね、生歌をね、もう一曲なんかいかがでしょう。ありがとうございます。
ベースサイドですか、はい、アベサイド、はい、おいいね。リクエストに一切答えないという失礼なバンドですがこれはあの前のエスケープってアルバムに入れた、はい、はい、横ちょっとヨガマのことを考えながら作った曲です。なるほど、はい、はい、聞いてください。今夜はベースサイド、はい。せいで少し暴れたりして、あの子の部屋にも帰らず海を眺めてた。防波堤に一人腰掛け、口笛でどこぞベイ皆さんいかがでしたでしょうか。今日はねザ・ウォッカの、お二人を、はい、ご紹介いたしました。辻浩二さん、あ、渡辺武さん、ね、はい、ありがとうございました。もうウォッカ始めてどれぐらいになりますかね。もう40年ぐらい経ちますか。39年目だからもう、もう、うん、もうすぐ40年長いよ ね、 長いですね。まあメンバーはねいろいろ変わったりとかしてるから、たけしと一番古いのかな。じゃあそうですね、たけしさんも途中で入ってます。そうそう、うん、途中から、ね、でもなんか合ってますよね、ずっとやってる感じが、ね、うん、20年近いか、20年以上やってんのか、うん、ね、たけしはずっと崖っぷちで20年いる
ラジオで、ラジオで、ラジオで言わないでください。はい、崖っぷちで頑張ってます。いや、みんなそうなんだよね。本当に、やっぱこのラジオもそうだけども。崖っぷち？いや、あのね、崖っぷちっていうかね、そういう人たちを紹介する番組を、あの、したかった。崖っぷちの紹介。みんな、みんな、ゲストみんな崖っぷちみたいな。いや、長くね、ずっと音楽 やられてる方をご紹介したい。メジャーとかじゃなくて、ただのね、うん、だからそういう思いがあってね、やらせていただいてますけどもね。やっぱりバンドマンが多いじゃん。まあそうですよね、うん、要するにもうバンドマンっていうかね、グループサウンズの人、あの方でもやっぱり昔はバンドマンでね、うん、やられてたからね、そういう匂いはあるよね、俺たちも、うん、エディバンさんもそうだしさ、うん、だってエディバンさん言うんだもん、もうグループサウンズなんてさ、レコード会社に騙された、かわいそうな若者たちだよ、ね、重いのよまた、うん、ね、ということでね、今日なんか一緒しようか、なんか、はい、まこさんにも参加してもらって、はい、なんかもうちょっと明るい曲やりたかったけど、まあいいか、ちょっと重いけどね、重たくないか、まあ明日を、うん、頑張ろうっていう歌ですね、道、はい、道、これって結構タケシ好きなんだよね、道、俺大好きですよ、ほんと、お前は今日も俺を罵った
優しかった俺と輝いてたお前と、hey! 生まれたばかりの命と、はい、金丸四郎道をお届けしました。ありがとうございました。コーラスが間に合わなかったでしょ。間に合わないって、いやマイクがなかったね。きっと睨まれてもどうしたらいいの。いやマイクなかったよ。怖いね。ということで、ね、今日は僕からの2人ですね。渡辺武さん、はい、辻浩二さん、はい、お越しいただきましたけどもですね、皆様どうでしたでしょうか。ザ・ウォッカ・ムーンシャインね、はい、ぜひね皆様ね、聞いていただきたいと思います、はい、ツアーもぜひよろしくお願いします。ツアーもね本当にね、5月の19日から今週の日曜日から、日曜日からね、はい、いろいろありますね、はい、5月、6月、7月これウォッカのページホームページとかで あります、はいね、はい、ご覧いただきたいと思います。はい、ということでね、あっという間の日、今日はねこれから須賀川行きます、うん、ね、明日日本松よろしくお願いします。明日日本松、明後日は日本松空さんです、うん、はい、あ、明後日は須賀川ぷかぷかでございます、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ね、まあぼちぼちライブもねやらせていただいて、はい、ぼちぼち行きましょう、うん、ということでね、まあ、前行ったよね一瞬ね、アプカプカね、アプカプカ、まあ、北海道行けばいいじゃん、ね、そこ、そうそう、ね、うん、まあでもね、あっちがいろいろあってそういうわけじゃないんだけどさ話を作ってこよう。誠さんは予定なんか頭の中入ってるんだけど、もう毎日でしょ。今日やりますね。今日どこ今日、あの新小安、新小安、新小安フレコっていうところで、グレコ、ハスミさんと、はいはいはい、新小安、うん、おお、あ、そうなんですか、新しいお店、いや前からあるの、あるの、あ、そうなんだ、知らなかった、新小安のとこで、グレコですね、あの連日ライブの中で、はい、いえいえいえ、まあ、ね、ありがとうございます、お邪魔させていただきました、いえいえ、来週はゲストの方は、来週はね、紫、沖縄の紫、伝説のバンドの、ドラマーですけどもボーカリストでもありますね、チビ、ね、さん、宮永英一さん、ね、ご紹介します、さてどうなるんでしょうかねまだ楽しみですね、楽しみだね、2時間ドラム叩きながら歌いっぱなしだからね、すごいね、すごいよ、ね、うん、やっぱりね、半端じゃなく、半端じゃないね、あの魂が、俺なんかでも1枚アルバム持ってたんで、若い頃買ったような気がする、その、あ、チビさんの、うん、本当、うん、多分すごいよね、楽しみにしております ね、ということで、あっという間の1時間でした、はい、今日もありがとうございました。ツアーの中でお客様いただいて、来ていただいてね、はい、お相手は、はい、松下としみと、はい、高橋誠、はい、金丸四郎でございました。撮影の鈴木さんもありがとうございます、はい、じゃあ、辻浩二さん、渡辺武さん、はい、ありがとうございました。 See you next time。 See you next time。あの人は